こんにちは、塩見ゆかりです。夏といえばやはりワンピースが涼しくて楽ということで、整理も兼ねて手持ちの夏のワンピースを動画にしてみました。似たようなワンピースも多いのですが、首周りに違いがあると印象も変わってくるので、そのあたりも含めてご覧いただければ幸いです。それではどうぞ。まずはこちら、ユニクロ花田島のフレアワンピースです。伸びのいい生地で綺麗なフレアシルエットのワンピース。もうすっかり生地が伸びてきてしまっていますが、現在も愛用中です。このワンピース、確か1990円だった気がするのですが、安すぎて当時びっくりした覚えがありますね。もうこんな価格でいいワンピースは買えないかもしれないですね。少し首周りが詰まり気味なので苦しいなと感じてしまう部分もあるのですが、花田島コラボの中ではこのワンピースがダントツで好きですね。控えめなフレアシルエットが綺麗めで、迷った時はこれを着ておけば大丈夫なのではというぐらいにはお気に入りです。次はユニクロイネスコラボのワンピース。こちらはもう3年くらい前のものですが、まだまだ現役で愛用しています。洗濯してもプリーツが取れないので本当に素晴らしいですね。やはり普遍的なデザインのものは安くてもためになるまで愛用できるのでいいですね。値段も物で判断するのではなく、本当に好きなものならば何年も着てしまいますね。このワンピースは首周りが大きく開いていて、カジュアルで涼しげな雰囲気。そのおかげか、とにかく夏場は涼しくて、服を着ているというより布を巻いているというぐらいの感覚で着れちゃうワンピースです。少しリゾート風な雰囲気もあるのですが、ベルトで腰を絞ってあげると A ラインで綺麗め風にもなるので、本当に使いやすいワンピースです。そろそろへたってきたので密かに復刻してほしいなと思っているワンピースですね。お次もまたしてもユニクロです。こちらは今季のスラブコットンワンピースです。綿 100% で着ていて気持ちのいいワンピース。またしても A ラインなワンピースですが、こちらはティアードのスカートで少し甘めな雰囲気ですね。そして首周りも詰まっているので、ザ・正統派 A ラインワンピースという感じでお気に入りです。夏場は涼しさを取ってしまうあまりにゆるっとしたカジュアルコーデになりがちなのですが、このワンピースは綺麗めにも使えるので、持っていると便利なワンピース枠として活躍中ですね。こちらは別の動画でもご紹介しているので、詳細はそちらをご覧ください。次はこちら、ユニクロ JW アンダーソンのワンピースです。こちらは変化球枠といいますか、トレンチベスト型なのでジレとしても使えるし、かっこいい雰囲気のワンピースで重宝しています。少し変化が欲しい時に活躍するワンピースですね。紐部分も珍しくシルバー金具なので、個人的には嬉しいポイントでした。ただこのワンピースしっかり作られすぎているせいか、真夏は首周りが厚くてあまり1枚で着る機会がなかったような気がしています。今ぐらいの季節が限界かなと思いつつ、シルエットは好きなので所持していますね。意外と探すとこういうワンピースなかなか見つからないのですよね。シルエットはお気に入りなので、まだまだ愛用しそうな気がしているワンピースです。お次はシンプルイズベストなワンピースです。こちらはシルエットがタイトめなワンピース。細めのリブ生地なのもあって、カジュアルダウンしすぎず1枚で綺麗に着られるので、夏場にとっても重宝しています。
去年に引き続き今年もきっと活躍することでしょう。ストンと落ちるシルエットなので本当に着ていて楽ちんです。とはいえこういったワンピースはいろいろなブランドでも出ているので、自分なりのマイベストはまだまだ探し続けたい限りですね。アクセサリーを身につけておけば部屋着感も回避できるので、結局こういうシンプルなワンピースが一番活躍するのが私の夏のファッションですね。お次は超楽ちん枠ワンピースです。今年購入したユニクロ U のワンピースは本当に楽で涼しいので、最近毎日着ちゃってますね。袖にゆとりもあってエアリズムコットンなのでシワになりにくくて本当に重宝しています。これは今年買ってよかったワンピース上位に入るかもしれないですね。ゆるゆるなので基本的には部屋着ですが、そのままコンビニにも行けちゃうワンピースとして本当に優秀です。なのでなぜブラックの展開がなかったんだと未だに思っています。かなりルーズな印象はありますが、アクセサリーを装備することでおしゃれな印象がアップするので、やはりこういうカジュアルワンピースにはアクセサリーが欠かせないなと思ったりしている私です。最後はこちらユニクロ豆のワンピースです。やっぱりこのワンピース大好きですね。豆コラボの中で一番着ていると言っても過言ではないぐらいお気に入りです。こちらは実は2代目のワンピース。ユニクロのブラパッドは気をつけて干していても生乾きになってしまうことが多くて寿命が短いですね。それさえなければ本当に長年愛用したのになと思いつつ、こういう時のためにストックを買ってしまうのよと自分を正当化しました。それくらいお気に入りのワンピースはここ数年夏の相棒です。首周りの空き具合が本当にベストで綺麗に見えるので重宝しています。こちらも密かに復刻してほしいなと思っているワンピースですね。使ってないかな。さてさて、シンプルなワンピースには小物が必須ということで、夏場は特に帽子と合わせることが多いので、ここ数年ヘビロテの帽子を最後にちらっとご紹介したいと思います。まずはこちらユニクロ JW アンダーソンの帽子です。深めにかぶれるバケットハットでカバンに詰め込んでもシワになりにくいので、旅行に行くときなんかも重宝している帽子ですね。こちらはジャネッサレオンの麦わら帽子。黒って珍しくて形も少し変わっているので長年所持している帽子です。この形がね、可愛いんですよね。お次は木島隆之の帽子。こちらも折りたたんで持ち運べるので重宝しています。たたんでバッグに入れられないとなくしてしまいがちなんですよね。広めのつばがエレガンスでお気に入りな帽子です。最後はこちら MM6 のキャップはロゴが可愛くてもう何年か愛用中です。近所へ行くときはやはりキャップが便利帽子ですね。というわけで本日は自分の整理も兼ねて夏のワンピースとちょこっと帽子をお届けしてみました。意外とというかやはりユニクロが多かったのですが、着ていくうちに少しずつ好みも変わっていくと思うので、来年がどうなっているのか楽しみですね。こちらの動画少しでもお楽しみいただいておりましたら、チャンネル登録高評価お待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。